さあ、それではスターティンググリッドをご紹介をしてまいりましょう。見事第4戦決勝ポールポジションからスタートを迎えます。ゼッケンナンバー1番アッシュ江崎昭彦。さあ、江崎がポールポジションを獲得をいたしまして、今シーズン意外にも初ポールからのスタートということになります。さあ、今日はメンバーマーシーを従えましてグリッド並んでおります。そしてその横、2番手からのスタートを迎えていきます。今シーズン連勝ドライバーです。さあ、3連勝を飾っているこの男が4連勝を勝ち取っていくことができるでしょうか。ゼッケン2番ティームブルーと高垣哲也、2列目3番手からのスタートがゼッケンナンバー30番です。ティーム平野、江藤秀樹。4番手からのスタートはゼッケンナンバー5番です。アッシュ AKA マリリン農園の渡部博樹。5番手スタートゼッケン12番がアッシュ林幹彦。そして6番手からはゼッケン35番です。松本レーシング和合俊治。7番手からのスタートとなりました。本日デビューレースです。ゼッケン10番チームフェニックス岩瀬俊和。8番手スタートにゼッケン71番の伊藤健二。9番手からはゼッケン21番の秋山達夫。そして最後尾10番手からは島川光一郎がグリッドを離れていきます。本日第2トライアルトップタイムをマークいたしました江崎。グリッドポイントでは高垣と並ぶ3ポイントずつということになりましたが、第2トライアル上位の江崎がポールポジションを獲得です。さあ、その江崎と高垣の直接対決となってきました。今大会昨年のシリーズタイトル獲得シリーズチャンピオン江崎対今シーズンここまでのランキングリーダー高垣哲也。今シーズンまだ負けなしという高垣、逆に今シーズンまだ勝ちのない、いや昨シーズンから勝ちのない江崎、その江崎とのフロントローということになります。さあ、今島川も隊列の一番後ろにつきまして10台フォーメーション整えていきます。隊列誘導ラインに収まって、さあイエローライン、ここでブラックアウト、スタートが切られていく。さあ、後ろ方がちょっと前の江崎にプッシュするような形になったでしょうか。ちょっと江崎の頭もグラッと動きましたが、まずはホールショットを取っていったのはポールスタートの江崎。しかし5コーナーのブレーキング、ここで突然江藤が飛び込んでいく。さあ、これでトップ江崎をかわして3番手スタートの江藤が前に出てきます。江藤、江崎、渡部も3番手、高垣は4番手です。5番手に和合、6番手に林、7番手伊藤、8番手の岩瀬、秋山、島川は横に並びながらバックストレートに入ってきます。オープニングラップ10台が連結トレインを組みながら3番手スタート、江藤を先頭に帰ってきました。
さあしかしすぐさま2周目の1コーナー、ここで足で江崎渡部が江藤をかわしていきますが、若干コーナー手前江藤がヒットしたでしょうか。さあこれで渡部が少し遅れたか、飲み込まれてしまいました、ラインを塞がれてしまったか。3番手に高垣、4番手に和合、その後ろまでドロップ渡部。さあまだまだ目まぐるしくポジションを入れ替えていこうというこの序盤、トップは江崎に変わります。飛び込んできまして、1コーナー2番手に上がってきた。フロントローの江崎と高垣がこれで直接対決。あー、その後ろ江藤がどうした、急にフロントからスピン、真後ろを走っていた渡部は避けきれず接触。どうした江藤、急に挙動を乱しました。何かあったんでしょうかね、急に江藤のフロントのグリップがなくなったような形で真後ろにいた渡部はもうこれは避けきれず当たるしかなかった。さあこれで3番手以降が大きく離れました。そのトップ争い2コーナー、ここで高垣が動いた、高垣が動いて江崎を捉えます。さあ4連勝に向けて高垣がついにトップに立ってきた。この勝負強さ、スタートこそポジションは落としたものの着実にポジションが上げてトップに躍り出ていく高垣の今シーズンの強さ。高垣、江崎、しかし江崎もまだまだ、ここは高垣をかわしていく11コーナー、3番手には和合と志春が上がってまいりました。和合も先ほど予選ヒート2ではアクシデントで途中ストップということにもなりましたが、それでもこの決勝レースは3番手表彰台圏内まで上がってきています。その和合の後ろは林、さらに伊藤と秋山、島川がいて岩瀬、上位陣からトップ6は2台ずつのパックがきれいに組まれています。現在レースは5周目、序盤の3分の1というところですが、トップ争い江崎対高垣、3番手争い和合から林に3番手が入れ替わるバトルに乗じまして、伊藤と秋山達夫が近づいていく。さあこれで3番手の林はちょっと前後ろ間隔が空いてきまして、4番手の和合から3台パック、さらに岩瀬と島川もここは直接対決です。トップの江崎が帰ってきまして6周終了、7周目。さあここは中断戦、高垣は江崎の後ろマークしながら、ここはちょっと様子見の時間帯。それでも後ろ林がそのトップ争いに近づき始めてきているのか、
ックストレートエンドでは秋山をかわして伊藤が5番手に上がってきます。折り返しの8周目と入ってきました。この中盤戦にかけては上位陣膠着状態というような形になってまいりましたが、それでも徐々にその感覚は近づいたり離れたりというところでしょうか。ここで3番手の林がファーストストラップをマーク、51秒998と前2台のペースを上回ってきまして、やはり3番手の林が徐々に前2台に近づいてきています。現在は単独3番手ではありますが、間もなく高垣の後ろに近づきそうだ。さあ一方その高垣ですが、どうでしょうかね、まだ帰ってきてあと6周あります。まだ6周ありますので、もう少し江崎の様子を見ていくのか。それでもあまり江崎の後ろに並んだままですと、見る見ると林も近づいてきます。さあそろそろトップ争い、高垣が動いていく時間か。これで帰ってこれば残り5周、ディフェンディングチャンピオンの江崎、久しぶりの優勝に向けて残り5周。後ろは今シーズンの連勝ドライバー高垣、その高垣を従いながらここまでラップリーダーを積み重ねてはいるものの、その高垣を引き離すようなここまでの動きはありません。後ろはチームメイトの林が近づいてくる。さあこれで林はもう完全に高垣の後ろに入ったと言ってもいいでしょう。2台から3台へと膨れ上がってきました。トップ争い、さらにその後ろ4番手争いも和合の後ろに伊藤が近づいてきています。秋山は若干離れてしまいましたが、和合対伊藤健二の4番手争いもこの終盤始まっていきそうだ。さあ2コーナー、ようやくここで高垣が動いた。残り4周の2コーナー、ここで高垣が動いていく。しかし江崎も並んでいく、江崎も並んでいく。5コーナーのブレーキング、ここは高垣にラインを譲りません。立ち上がり勝負は江崎がググッと前に出る。そこに林も加わってきた。ようやく残り4周、ここでトップ争いが始まってきた。懸命にポジションを守っていこうという江崎。その江崎に対して再び2コーナー、高垣が一気に飛び込んでいく。さあ今度は江崎をかわして前に出た高垣。さらに林も
どうだ、タコツボの折り返し、少し陰を疑ったような動きを見せましたが、ここはまだポジションを入れ替えていくというようなところではありません。逆にその後ろバックストレートエンドでは伊藤が和合の横に飛び込んで4番手、4番手が入れ替わっていきます。伊藤を先頭に和合、さらに再び秋山が近づいてきましたか。さあ秋山も近づいていこうと3台パックになっていきそうです。残りは2周に入ってきた。止まっている。ちょうどこの方向式からは死角になるところ、ブラインドの4コーナーでゼッケン35番のマシンがトラベルストップ。そしてもう1台伊藤でしょうか。先ほどからやり合っていた和合と伊藤、4番手争いが当たってしまった。さあそしてスーパー SS 高垣を先頭にファイナルラップ、4連勝に向けて高垣を先頭にファイナルラップ。さあ2コーナーは江崎が飛び込んでいきますが、ここはポジションを入れ替えていくことができません。まだ高垣が前だ。4連勝に向けて高垣が前にいる。5コーナー立ち上がり、後ろは江崎、林のハッシュ勢、単独4番手の秋山達夫。今日は高垣にとってはチームメートの八島が欠場という、レースになりましたが、このファイナルラップここまでしっかりとトップキープ。さあ江崎にチャンスを与えず締めてきた。最終コーナーを立ち上がって、気づけばやはりこの男、高垣哲也、今シーズン負けなし4連勝。江崎は2番手です。3番手林、4番手秋山、5番手でデビューレースを終えました岩瀬俊一、6番手に島川、そして今7番手で渡部博樹も帰ってくる。8番手の江藤秀樹とここまでチェッカーとなりますか。スーパー SS 第4戦、高垣哲也の連勝がさらにまた伸びてきました。